多賀城跡のある多賀城市の北隣に利府町があり、現在の県道8号線沿いに伊豆佐姫神社があり、この地には公文長者屋敷跡とされ、坂の上の田村麻呂伝説が伝えられている。平安時代の初め頃、奥羽地方でも名高い豪農の公文長者の邸宅があった。その時作られた堀や長者の井戸が現在も残っている。長者の家には多くの召使いが雇われていたが、その中に悪玉という誠に醜い女がいた。彼女は元紀伊の国の最大納言という公家の姫君で、大変美しく頭の良い娘だった。しかし、伊勢参詣の帰り、悪者どもに騙され、この公文長者の召使いとして売られてきた。姫は自分の身を守るため、普通の人には仕込めと見え、心清く気高い人には、元の美しい姫の姿に見えるようにと、守り本尊の観世音菩薩に祈願をしていた。姫は観世音菩薩の加護もあり、ひどい目に遭うこともなく、宮城野を横切り、公文長者屋敷まで、あとわずかの地まで来た。現在の県道8号線の北側を東西に平行に走る生活道路は、多賀城に続く東街道、奥王道だった。姫が長者屋敷まで半里ほどの坂を登り切ると、そこには鏡のように美しい泉があった。姫はこの池に姿を映し、乱れた髪を洗い、化粧を整えた。泉には、本来の美しい姫が映っていた。その後、誰言うとなく、この坂を化粧坂、泉を鏡ヶ池と呼ぶようになった。長者屋敷での姫は、朝、早くから海外しく働いた。しかし、仕込みにしか見えない姫に注意を払う者はいなかった。あると北賀国府に赴任してきた坂の上の田村麻呂が、巡見の際に、長者屋敷に立ち寄った。田村麻呂は、姫を一目で見初め、たびたび長者屋敷に立ち寄るようになった。屋敷の者たちは、なぜ、田村麻呂が、仕込めの悪玉姫を見初めたのか、不思議にしていたが、姫は、田村麻呂が訪れるたびに美しくなっていき、屋敷の者たちを驚かせた。やがて、二人の間には男の子が生まれ、千熊丸と名付けられた。千熊丸は、長ずるにつれ、一を聞いて十を知る利発な子に育ち、里人たちは神童と噂した。千熊丸は、毎日、学問のために、朝早く、山道を、大菅谷保の佐賀の寺、山の寺の前身に通った。途中の夜拝坂で日の出に向かい、京の都の父のもとに行けるよう祈願した。千熊丸は、13歳になった時、母と共に都へ登り、父田村麻呂と親子の対面をし、田村麻呂将軍の後を継いだという。この地方には、悪玉姫と田村麻呂の伝説がいくつかあり、また、岩手県や福島県にも存在する。基本的には、
中央勢力が東北地方に進出する中での中央と地方の結びつきを強くするために生まれた騎手伝説ということかもしれない。悪玉姫はその地によって悪玉姫、悪玉姫、あるいは玉姫だったりし、坂の上の田村麻呂もその父の狩田麻呂だったりする。坂の上の田村麻呂は征夷大将軍として蝦夷征伐を行い、また楠子の乱でも重要な役割を果たしている歴史上の人物である。しかし母については一切不明であり、妻についても三好清継の娘高子の名前が伝わるのみで詳細は不明である。室町時代の京都で成立したおとぎ草子田村の草子では、藤原俊人が陸奥国田村郷の千住と契りを交わし田村麻呂が生まれたとされ、中世の田村氏の出自に関わっている。この田村の草子が江戸時代の東北地方で演じられた屋上瑠璃に取り上げられ、悪老夫伝説や塩釜神社演技などが混入され、この地方に広がったものと思われる。また悪玉は先民仕込めであったということからのものだろうが、山上信仰との関係から巫女に通じる悪から来ているものとする説もあるようだ。